全試合出場目標に頑張ります。期待します。はい。今シーズンどんなプレーを見せたいですか？なんか見てる人がワクワクするような、なんか自分らしいプレーをできればと思います。ありがとうございます。どうですか顔合わせ、まず。若返りましたね、だいぶ。30を超えるとおっさんと言われる世代になりました。ついにゴリオ選手は自分の自己紹介でも言ってましたけど、最高さんのところになりましたね。レジェンドと言われた人たちに肩を並べれるような功績を残していけるように頑張ります。いや頑張ってください。ありがとうございます。はい、そしてヘンリー君です。はい、いや、ヘンリー、今ちょうど撮影があったんですね。はい、まあ新加入ということですけど、はい、もう新加入らしくないようなこう雰囲気で佇まいでいらっしゃいますけど、そう見てもらえたら嬉しいですね。鹿児島、はい、まだ来てね数日だと思うんですけど、はい、どういう自分を表現していきたいですか、はい、鹿児島の人たちに。やっぱり、まあ、僕は試合に出て見てもらえる方が一番嬉しいなと、はい、試合の中でのプレーチームが一番見てもらえたので。自分のストロングポイントは、はい、粘り強い守備とアグレッシブな相手を潰すような守備ができるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。すいません、お疲れ様。ありがとうございます。はい、そして砂森選手です。こんにちは。どうでした、顔合わせ。顔合わせ緊張しました。今年の意気込み簡単に。今年は頑張ろう、優勝して鹿児島盛り上げてください。お願いします。森選手お疲れ様です。お疲れ様です。今日から指導ということで、みんなでこう顔合わせて、まあ、目が引き締まる思いですね。これからやってやろうという気持ちでいっぱいです。まあ、去年悔しい思いした中で変わらず厳しいシーズンかなと思いますけど、簡単な試合なんてね、どこにもないですし、一つ一つというか、もう一つ一試合を全力でやるだけじゃないかなと思います。どんなこう大西翔吾を見せていきたいですか今シーズン。
鹿児島の皆さんに試合を見てくださる人が僕がゴールマウスに立ってたらシュート入る気しないな、失点する気しないな、もし失点してしまったとしても恩師でやられたらしょうがないなぐらい信用される、信用される選手になりたいなと思います。なるほど、大西選手でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ様でした。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、鹿児島のファン、サポーターの皆さん、あなたの活躍ね、楽しみにしてますよ。いえ、そんな期待しないでください。選手でしょ。期待してくださいっていう方が選手だ。頑張ります。今日初めての顔合わせ。はい。どうですか、気持ち的に。そうですね。去年からの人、新加入の人、まあ、みんなすごいいい顔して、もうやってやるぞっていう、すごい熱いスタートが来てるんで。はいはいはい。間違いなく J3 優勝で2昇格できるんじゃないかなと思ってます。誰が決めてくれますか。決めてくれる、そのゴールは。それはもう言わなくても分かるじゃないですか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。渡辺選手、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日から始動ということで、はい、いやまあ今年はもう昇格するだけなんで、まあ、それに向けて頑張りたいと思います。鹿児島のファン、サポーターの皆さん、一言お願いします。今年もたくさんの本当に応援が力に僕たちなるので、ぜひ、まあどうなるか分かんないですけど、もし可能であれば会場に来られない方はダゾンでぜひ応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。チェストチェストお疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日から始動ということで、はい、まあこの季節はね、もうフレッシュな気持ちにあふれて、まあ新しい監督迎えてね、楽しみなことばっかりで、新しいチームメイト、めちゃくちゃ若い子いっぱい入ってきたんで、まあ若干怯えてる部分もあるけども、やっぱね、楽しみですね。鹿児島の皆さんにコメントをお願いします。今年こそは絶対に J2 優勝、そして J2 昇格目標達成できるように全身全霊でチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。Yeah, thank you. Great start. Great start. Just lovely to be here. これから僕は何とお呼びすればよろしいですか。You can go off boss by now. じゃあボスで、今シーズンボスで呼ばせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。全選手そしてスタッフ顔合わせとなりましたけど。Yeah, I'm honored to have opportunity to meet, first of all, to be in what a beautiful part of the world, but also meet the players and the staff, and all looking forward to starting on the field tomorrow. じゃあ鹿児島の皆さんへ最後一言メッセージをいただいてよろしいでしょうか。Yeah, let's fight together. ありがとうございます。ありがとうございます。